やばいな。こんばんは皆さん。急に写真を撮るという。チョコパイ5個になりました。だって食べたんですか、食べちゃったんですか。ゆき、お星さん見てくれありがとうございます。あ、12時までです。玉ねぎさん1000万両ナイス。よいしょ。仕事中でしたが休憩休憩。玉ねぎさん1000万両言うたな、ありがとうございます。うん、ダウンロードコード DM してくれたってターボーターボーありがとう、やったー、楽しみー。あ、ドランプとナオジさん同一人物疑惑知ってる知ってる。なんかすごい喋り方がもうなんかあれ同一人物かなみたいな感じだったから、1個食べて4個買ってきた。あれやな、ポケットの中身はビスケットが一つみたいな的な。矢川さんハートありがとうございます。ねえマシです。タムリーさん、あ、今日は早めに寝ますか。寝ましょ寝ましょ、早めに寝ちゃいましょ。スイカゲーム全然点数取れんやって。え、最高何点ですか。絶対私より取れてるはず。算数の問題だなって思った。確かにね、確かに算数の問題っぽさはありました。こんだけ買ってきまして、こんだけ余りました。さあで残りはいくつ。ゆうさんやほやほー。たまぎさんお疲れ、散歩ありがとうございます。明日仕事いいよいいよ、元気さん寝よ。2700点、すごい。私もでもそれぐらいかな。ゆうてぃ1000万両ナイス、ありがとうございます。ななナイスななナイス。ありがとうございます。皆さんちゃくらさん、えみちだって、はい、えみちです。はい、こんばんは、どうもいらっしゃいませ、こんばんは。知ってるって、同一人物だと知ってるってことかしら。同一人物じゃないんでしょ。スイカ全然できん。え、私も一回だけ、今まで一回だけスイカできた。今はスイカゲームしてます。一生スイカゲームしてる。あとは携帯でポコポコしてる。ないユーティーナイスナイス。ゆうたも胃が痛い、大丈夫だよ元気さん。ひかりたらなさんこんばんは。サドちゃんサイリウムナイス、ありがとうございます。ポケットの中身はビスケットが一つ、ポンと叩けばビスケットは増える。スイカゲームってイカゲームの何か巣ついてるけど、確かに確かになんかそんな雰囲気は出てるけども違うんですよ。私も知らなくて、でここで皆さんが言ってるのをこう見て聞いて、で初めてやって、でハマりました。見事ハマりました。あ、菊花賞パカパカン、 100m ランナーさん、お星さんもキラキラ、かしむちさんお花ありがとうございます。スイカベイビー、スイカベイビー、ターボー了解です、見とく後で、ありがとうございます、楽しみすぎる。
チョコしかまだ最初はチョコだけよね。ポカポカン知らないポカポカ。照れたついでにストレッチしてやるんだから、ストレッチをしよう、ストレッチをしよう。生き残りゲームはイカゲーム。ヨロッピさんハートあり、ハートじゃん音符ありがとう。スイカ上から割るか横から割るか的なやつ、それあれやん、なんだっけ、花火。打ち上げ花火、横から見るか何やったっけ、前から見るか、前やったっけ。ヒゲマジンさんこんばんは。スイカゲームってスイカ使って山手線乗り継ぐゲームやと。ソリやったらカーは K じゃなくて C になるでしょ。そういうことではない。スイカ食べるゲームちゃうね。顔おかもっちさんこんばんは。いちごが出て栗か。スイカゲーム、ああ違う、スイカゲームの話じゃなかった。びっくりした、あれだった。つかさんはスイカゲームの話じゃなくてチョコパイの話してたね。チョコパイがこういつ別味が出るか。その話でした。最近外科行ってきたんですね今日。早く、え、無駄に時間過ごした？あれ？あ、見た元気さん、ロックさんいいね。スイカ、トイカって何？私は何使ってるんよ。私もスイカ使ってる。スイカでやらせていただいております。お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。たまちゃんお待たせしてるで、ちょっと待ったで。スイカゲームって何？あ、そう、なんか正解、正解ゆき、なんかスイカをこうどん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 テトリスみたいになんかやっていくの。スノイカじゃないのよ、ウォーターメロンなのよ。ちゃんとスイカ、ちゃんとウォーターメロンですから皆さん、そこのところお間違いなき。私も最初は知らんかって、スイカゲームって何とか言ってたんですよ。やったらマジでハマった。すごい、ちゃんとハマった、マジで。なんかやりたくなっちゃう、あれは。うん、やめられなくなっちゃう。やめられない、止まらないやで。パスもな、パスもな。JR 東海か。どれか。どれや。行こうかも。ピタパとかもね。ま、大阪はありますけども。ピ、行こかで行こか。タッチして行こかやから。パイスモン、酸っぱいイカ。スイカ振ってこうへん、あれはスイカは振ってこうへんねんで、スイカにしていくねんで。スイカにできたら勝ちやと思ってる。でスイカにできたらもう飽きるやろうなと思ったけど、スイカにできても飽きひん。なんかよりこう上を、高みを目指したくなる。ちゃんとなんかそういうゲーマー心をこうくすぐってくるわ。ちゃんとしっかり釣られてる。しっかり、ほんで楽しんでます、スイカゲーム。私はスルッと関西もなくなった、知らない。スルッとスゴカもあるの？イコカは昔使ってたけどね。そう、ピタパは持ってる、ね、今も。イコ、あ、ちゃうわ、イコカも、あ、ちゃうわ、ピタパ、あれ分からん。事務所に届けてくれるんだからさ、どんだけ早くするのやめた。なんでやねん、
通のイカが降ってきたらちょっとなんか目痛なりそうやからやめてほしい。関西なくなったんや。すると関西いちご2つぶつかってもいちご2つやで。やっていちご2つぶつかったらぶどうやで。黒いスイカはないです。スイカまた消さなあかんで。やって、スイカって消える？スイカの上があるんですかあれ。え、そうなん？気になる。イカかのカモノハシ、カモノハシって肉食らしいですね。お母さんがテレビでカモノハシ出てきて、えー、なんか気持ち悪いって言っとって、カモノハシってなんなんみたいな感じのことをお母さんが言ってたから。で、カモノハシってイコカのキャラクターやでって言って検索してみって言って、全然違うやんって言ってた。トイカはひよこなん？エミカくらない？エミカ欲しい、かわいい、家に欲しいって。肉食なんよねあれ、あれとか言っちゃった。カモノハシって夕食のおはず、おかず、夕飯スイカ？いちごぶどうに何年ユッキー、あれはスイカゲームは。カモノハシは700系。でもちゃんと知ってるやんユッキー、いちご2 つ重なったらってちゃんと知ってましたね。すごかは買えるの？カモノハシのスペイン語はオトリノラリンゴロゴ確か。オトリノラリンゴロゴ可愛くない？覚えて絶対使わんやろうなって思う。スペイン語オトリノラリンゴロゴスイカプラススイカ何になるん？マジか、ペンギンだった。なんでそっち系なん？エミカ鈴鹿系で、鈴鹿ちゃう、鈴鹿でエミカ買える？ユージさん常日系ペンギンは、ま、え、なんで抹消？いきなりオンラインになったんですが。あ、パニコン？ひょっとして今一瞬開けちゃった、間違って。カモノハシ、しかもあんな目、見た目で後ろ足の爪に毒ある。え、バリ怖いやん。え、バリ怖いやん。近鉄名古屋で1個かかる。へえー、そうなん？ドンキのね、マジかね、知ってる知ってる、あるわあるわ、そういえばアプリあるわ、持ってるわ。スイカスマホに入れたが便利すぎて生活変わりました。やっと入れたんですかスイカ、マジで便利。私もう一生それですもん、マジで一生それでやってます。本当にないと無理よね。だ水族館行かんからな。水族館怖いタイプやからな。深夜の IC カードについて語る配信はここですわ。マジかってあるらしい。定期のスイカは IC カードで分けて使ってます。携帯でも定期券のスイカ作れますよ、分けなくても。どっちのために入手したか忘れて貸させられる、あるある超あるある。スイカとペイペイ入れてからほとんど現金出すことなくなった。いやめっちゃわかります。あと楽天ペイもペイペイたまになんか反応悪くて出てけえへんとか、楽天ペイ使ったりとか。マジか、これ言いたかったんや、ゆき。トイカ石ぽよさんファンレベアップナイス、ありがとうございます。スマホでクスのスイカを届けて、私も1個でいいと思って1個ですよ。昔東京で定期買ったあのスイカを入れて。石ぽよさんこんばんは。島根で地震が起きて、そうなん元気さん。あ、スマホ落とした時怖いからね。なるほどなるほどなるほど。スマホが一番落とさへん自信あるから。私財布をなくす可能性あるけどスマホをなくさん自信がありまして、むしろスマホに入れてる方が安心説私は。あーそうか、ターボなんか聞いたことある。愛されてるのやろあのペンギンちゃん。くじこくんこんばんは。
駅待たずに電車乗ってるとたまにいてビビる。あえでもね、近場の駅一駅二駅なんかちょっと用事で行くぐらいやったら全然行けるかも、私現金持たずに。一つのスマホで一つのスイカ、ややこしいか。あ、そうなの。坊ちゃんのルームから流れてきました、こんばんは。坊ちゃんのルーム、ショールームにないでしょ。わざわざ流れてきてくださってありがとうございます。アップルウォッチあれば携帯出さないよ。私あれってアップルウォッチで登録してたら携帯でさ出されへんのじゃなかったっけ。なんか端末は1個しか無理みたいな見たんやけどと思って、私はあの携帯にしか入れてない。しかも iPad ちゃん間違った iPad で1個か登録したらいちいち大変や。Apple Watch で行こうか、じゃあピタパ登録し、スイカ登録しとったら、左手に私時計つけてるからさ、改札通るときに右側にこう腕をクロスしないといけなくて、なんか荷物持ってるときとかちょっとややこいやん。チンギさんこんばんは。誤報だから揺れてないけど、確かにそうか、誤報怖いよね。ぼちゃん終わりました。ジュッチ落としてるイメージ、なぜ最近なくなるの、ものが。電源切れても電池切れてもピッてできるらしいですよ。そのミクチャでイベ中見て聞いたみんな教えてくれて、タイミング配信のタイミングが一緒と聞きました。どっちかやんな、携帯の方が電池切れへんから。アプローチはねたまになんか持ってなかったり電池切れたりすることあるけど、携帯はだいたい充電あるから。あ、スマホも財布も落としたことある。わー大変それは。そうそう、電源オフでも決済できるんですよあれ。だモヒカンダイナソーさん選ぶレター、お星様ありがとうございます。妖怪ウォッチチじゃないの、逆手はうざい。そう、リンゴに時計にスイカを登録。お前や、果物の話ばっかりや。左利きやけど時計は左につけてる。右利きやけど時計は左につけてるわ私。右利きでも時計右につける人も全然いるけどね。ふうかみんな、こいさんお疲れ様です、ありがとうございます。スタンプナイス。アプローチの今朝いつもそれ気になる、季節の地味が。そうそうそう、それかもペッペもバッテリーなくてもなんとかいけるよね。両腕につける、やばいやん、両腕に時計つけて。まあ普通の時計やったらワンチャンねわかるけど、アップルウォッチ2個は強すぎる。携帯電源切れても大きいだし、確かに。今日もお疲れ様、やっと会いに来れた。ウーカンメイキの箱押しさん、最近忙しいんですか。ペイペイはあかんか、そっか。あ、そうなんや、ジョグレさん、うざくなっちゃった腕時計。あ、みずみさんいらっしゃい。右腕に埋め込んだら怖。ペイペイはプラスチックカードがあるだって。ペイペイの良さってカードじゃないところじゃないの。うわ、今チロちゃん横におんねんけど、私黒い服着ててズボンがもうチロルの毛がすごいわあんた。すごい、IC チップね、埋め込んでる方もいらっしゃるしね。セラトムさん、ファンレベップ、ナイス、ありがとうございます。え、どうした、びっくりした今。腕時計は利き腕で作業してない人は利き腕に、作業する人は左ね、だって自分のね、好きなあれがありますもんね。あ、旅行から帰ってきたんですか、お帰りなさい。ペイペイカードの会社なんですか、ユッキー。ペイペイカード買ったらユッキーにありがとうが入るん、そういうわけじゃない。ちょ言ったやん今。ペイペイえ、違いますよ、違うんかーい。
違ったわ、ちゃいましたわ。これだけさ、育児できないから損してるなって。ああ、そうなんね。買いますか、アプローチ。ひくん買っちゃう。マンポンさん、こんばんは。でもごひいきにしてください。なんでなん、おすすめなん。おすすめなんや、ユッキーの。いきなり忙しくなって大騒ぎ中。絶対来てだって。行きます、任せてください。お仕事情報を送っといてください。1年でアップルウォッチ3個買ってますって、マジですごい。ルカさん、アップルウォッチのごっついのが欲しいの？それ秘密な、企業秘密。 iPhone XS か。マサヤさんいらっしゃい、こんばんは。でっかいやつがいい。私でっかいやつはね、あの何ぶつけるから、そう、なんか腕と腕に挟んで痛いから、大きかったらなんかなんて言ったらいいんかな、こう腕ついた時、ギュッてした時に、なんて言うんだろうな、腕つくなんて言ったらいいの、大きかったらさ、腕とその腕のあれで手詰めるって分かる、分からんか、分からんかって。あ、音大きいから。あ、やった、高い給料で雇ってもろて。よろしくお願いします。アップルウォッチの良さがいまいち分かんないって。あのアップルを使ってるといいなってなるんですよ、あれは。そう、全部つながるからさ、アップルウォッチも何同じ系統でつながるじゃん、それがいいんよあれって。つながるから何通知とかも来るしみたいな、それが便利。指詰める、責任取ってって言われちゃった。シュートさんお疲れ。トランシーバーごっこ、トランシーバーできるよねあれ。そうそうそう、隙間がでかくなるから。みずみさんお化けナイス、ウィー、ありがとうございます。お化け、お化け。あ、物持ちいいですね、玉ねぎさんの携帯、携帯じゃない時計。え、そう、メールをね携帯出さずに確認できるのがめっちゃすごいと思う。そう、お仕事中とかなんか携帯あんまりすぐに見れない場面でもピロンって来たらそれ見れる、それが結構私はね、あ、いいやんって思ってます。うん、みつも俺とつながったら便利やでやって。どう便利なんですか、ユッキーとつながったら何がいいことあるんですか。喋りながら車運転しても違反にならない。あ、そうなん。あ、白玉さんアップルウォッチ持ってないんですか、意外、なんか持ってそうやった。アップルウォッチの大きいのがいいんや、好きなんや、やんちゃくらさん。アップルウォッチの画面じゃ文字見えます、なるほど。あ、ユッキーの財布とつながったら便利やって言われた。プール熱、何それ、全然風っぽくないです。あの今服とかをブワーって全部出してて、ブワーって全部出してくしゃみがさっきしてたんですよ。くしゃみすると私一生くしゃみしてるから。そういうこと。時計巻くの昔から嫌い。ああ、なるほど、時計巻くっておもろい。
け膜って言うんや。時計って巻くんや。あと13分プール熱流行ってるって。初めてはね、固まって探してない。ああ、それは確かにありますよ。ゆうさん、こんばんは。あ、元気さん、おやすみ。また明日。おやすみ。ペッペペッペ。イネ科の花粉？あ、そうなんですか。でも多分買っちゃう。惹かれてるんだ。シドクターレカップシ心電図とか。あ、ヘルスケアもね、めっちゃいいですもんね、あれね。うん、確かにヘルスケアの用途もあるから、そういうのも便利。結構心電図ってマジで十分測れるらしいですからね、アップルウォッチで。時計から逃げて巻いてきました。なんで逃げたん？ストレンジャーシングス？喉の違和感とかアルコール消毒いけないそうなよ。ツルコクジの強さで。どういう病気？じゃあとある、あ、じゃあ血中酸素とかね。うんうん、わかるんですよ、新しいやつは。花粉は飛んでるって。花粉は飛んでる、飛んでるみたい。花粉は不整脈も出るんだよねって。そう、スペインで知り合いの方が使ってるわ。そう、アプリで全部つながるしね、ちゃんと表みたいになって、病院にそれ持って行って見せたらいいって言ってた。すごいですよね。うん、はあ、あくび。うん、高見さん、こんばんは。ここ、こんばんは。ワンワンワン。前はロコだったけど、そのアプリ使いたくて7にした。ああ、なるほどね。いや、ズカさんは使えるよ。いいよ。じゃあ、ズカさんも買わな。喉の療養開始して、熱も出て、そんな感じらしい。へえ。どうやってわかるんですか？喉風邪と何が違うんですか？めっちゃ聞く。何が違うんですか？どう違うんですか？どういうことですか？何がいい？まあ確かに高さはありますさ、ありますさ。なお2台買った曲。あれれ、なんでかしら。なんでかな。名前が違うんだやろね。なるほど、名前だけ。あ、置き時計機能ね、アップデートしなくちゃ。私やってないわ、そういや。置き時計機能できてからじゅんさん、こんばんは。iPad もアップデートしたのに置き時計機能になってない。あ、 iPad はならんのかね。うん、わからないわ。夜休み中、一生休んでるやん。置き時計使ってない？充電、ずっと充電中よ、 iPad は。 iPad ずっと充電中。配信する時の横にちょんって置いて、いつも時計代わりにして見てるんですよ。
寝るとき伏せちゃってるし、まあでも明るくなるのは嫌だよね。 LINE チームからアカウントの取り引き代対策をしようってきてる。それは乗っ取りではなくて、1日で3分ぐらい働いてるで、ありより働いてないな。ありと一緒にしてごめんなさい。なんかこの間商店街歩いてたら、なんかアリのなんとか屋さんみたいなレストラン、なんか食堂わかんないけど、アリのなんとか屋さんみたいな書いてるとこがあって、なんかいっぱいアリ出てきそうで嫌と思っちゃった。鳥おいでさん、アイスクリームお花ナイス、ありがとうございます。ミクさんこんばんは。岩太郎さんハートありがとうございます。アリの唐揚げやだ、なんか、まあ、美味しいんやろうけどやだ。本当のラインのやつやった。岩太郎さんお花ナイス、ありがとうございます。あ、アリ様も働いてるもんね。アリのように働くみたいなね、ありますからね。アリは酸っぱい、聞いたことある。食べたことないけど、なんかアリは酸っぱいみたいな話は聞いたことある。話には聞いております。美味しくはない、苦いはず。でもなんか味つけてな、衣とか知らんけど、いや、どんだけ頑張っても食べへんわ。アリンコ充電ケーブル刺さないから、ね、刺さない、あ、置きっぱなしなんや。寝るときは充電ケーブル刺して寝てる私。アリンコ肉た壊れたんや。そっか、でも普通に無理なんや。普通に使われへんくなったんや、コネクタ繋がらんのや。寝るときもマグネット。対応してた、アヤンチョピでさ、置くだけで充電できるってマジですごすぎ、神だよね。いいよね、置くだけでの充電。ライトニングコネクター、アリの卵焼きとか見たことある。やば、だってね、どっかの国がなんかもう木からそのままアリ取って食べてた、テレビでやってたの見た、いえってなった。マジですかってなった。でも食べれるとこは食べれるらしいからね、すごいですよね。ね、エクスペリア対応してる。おい、どうなんやろ、12がコネクト壊れて交換した。なるほどね、12か言うてましたもんね、なんか待ちたかったのに怒ってた、怒ってた、めっちゃ勝てたのにって言ってはったわ。気がついたらモバイルバッテリー全部マグセーフになってるだって。そうなんですか、強っ。なんか落として外見てる、チロちゃん大丈夫大丈夫、うちじゃないわ。マグセーフのモバイルバッテリーめちゃめちゃ便利っすよね。チーク多くていっぱい充電できるやつ欲しい。なかなかないんですけど、いいよなと思う。
ソニーのサイト見たらワイヤス充電対して、あ、すごいいいじゃないですか。じゃあいいじゃない、いいじゃないですか。ワイヤレス充電対応、リングがついてるモバイルバッテリーも使えてる。1個はあります。でも今はちっこいやつの方を使ってます。よくそっちの方がコンパクトでカバンに入って。けんちゃんこんばんは。なんでやったかな、そっちの方が充電できるんやったかな確か。あ、待って、もう58分じゃん、もう12時じゃん。終わるか、終わるか、もう12時じゃないの。ピエン、クレーム入ったバッテリー、クレーム入ったバッテリー、クレーム入ったバッテリー、どういうクレーム入ったバッテリーってどういうことですか。クレーム私が送ったやつ、今来てばっか寝るの。うん、ちょっとまとめないといけない資料がありまして、それをやります。真実さんほんまに今来たばっかやん。あかねの話もっとしなあかんかった。あかんことはないけど、そう、不良品でした。不良品でね、返品交換して。 SIM フリーエクスペリア14万円。え、でも iPhone より安い。タカさん、お花ナイス、ありがとうございます。そう、遅れ返したら不良じゃない言われたやつ、マジで本当にほんまにもうおいってなったやつ、何を言ってやがるってなったやつ。私なんて仕事放り投げて帰ってきたっていうのに、シンジさん、私のために、それは私のために。おやすみなさい、しるたまさん。なんかめんどくさ、頑張ってください。頑張って。あれ、ライトニング刺すよ、つかさん。あー、壊れそうで嫌な、なるほどね。えつきりさんかも。あ、もう12時になった。じゃあ、ランキング読んじゃいます。いきます。13位、石ぽよさん。12位、エイジさん。11位、100メートルランナーさん。10位、ユーティ。9位、岩太郎さん。8位、ユキ。7位、ウーカメンの箱押しさん。6位、かしもちみつぞうさん。5位、鳥親父さん。4位、ともってさん。3位、ラグオータさん。2位、玉ねぎさん。そして1位は、みずむさんでした。イエーイ。ありがとうございました。ちちさん。大丈夫。ちょっと、しんどくてやって言っといてください。じゃあね、みんな。ありがとうございました。たみさん、ハートルトン。ほんならね、みんな。もし仕事終わって帰ってこれそうやったら帰ってくるね。うん、ほんならね、バイバーイ、おやすみ、またね、ありがとうございました、頑張ってくるぜ。